家庭用電気冷蔵庫を開けた状態冷蔵庫とは食料品等の物品を低温で保管することを目的とした製品である。現代では電気エネルギーを冷却に用いる電気冷蔵庫を指すことが多い。電気冷蔵庫は食料品等の物品を低温で保管することを目的とした電気設備施設あるいは電気製品である。氷を使用するものは保冷庫、 冷蔵箱などと呼ぶこともある。一般的には摂取0度以上で水を凍らせない目的で4摂取10度程度で使用される。摂取0度以下で凍らせる目的のものを冷凍庫と呼び、両方の機能が一つになった製品を冷凍冷蔵庫と呼ぶこともある。最初は家庭向けの電化製品としての冷蔵庫は白物家電と呼ばれる分野の家電製品である。日本では 電気冷蔵庫として家庭用品品質表示法の適用対象となっており電気機械器具品質表示規定に定めがある。かつて日本においては三種の人技、洗濯機、冷蔵庫と称された家電製品の一つでもあり生活に欠かせないものとして生活家電とも呼ばれる。電気冷蔵庫は家庭においては 常温では早期に腐敗したり溶けたりしてしまうような食材など低温に保つことで品質や性質が維持される物品を扱うために広く使われている。食品では冷蔵することでいくらかは雑菌の活動や価格変化が抑制されるなど鮮度が保たれる期間が長くなる。冷凍では消費するために適切に解凍する必要はあるがさらに品質保持期間が延長可能である。 冷蔵庫は形状により大きく、縦型と横型に分類される。家庭用の電気冷蔵庫の多くは、縦長の縦型冷蔵庫である。業務用では、横長冷蔵庫も用いられる。構造としては、基本的に内容物を収める箱にヒートポンプの一種で、ある冷凍機を取り付け、これによって、庫内の熱を外部に排出し、内部と外部を隔てる壁には、断熱材を用いて、 熱の移動を遮断している。物品を出し入れするために扉も設けられる。また、内容物を見えやすくするため、照明が内部に設けられている様式も一般的である。冷蔵庫は庫内を冷却する結果、庫内の空気中の水分が冷却部分に凝結し、霜となる。この霜を定期的に溶かして暗害へ排出するため、庫内の湿度が低下し乾燥する。 刺身や生肉等を保管するときは乾燥しないようにラップフィルムが用いられる。乾燥した状態が望ましくない野菜類を入れる野菜室は湿度の低下を抑えるため蔵外から間接的に冷却する構造となっている。なお、大きな厨房など業務用では食材の乾燥を防ぐために通常の冷蔵庫ではなく高温高湿庫を低温状態に設定して用いることもある。 室温が陶器に氷点下となるような寒い地方では冷やすためだけでなく凍らせない目的でも使われることもある。これは熱交換器の原理上発熱があるため目標温度より室温が低い場合は保温ができるためである。家庭向けの製品は冷蔵庫と冷凍庫がオールインワンの形で一つにまとめられているタイプが主流だが口述するような専門的な分野では 庫内を設定された一定温度に保つ単機能の製品や逆に商品を陳列するためのショーケースの機能など目的に沿った追加機能が設けられている場合もある。家庭用電気冷蔵庫の筐体の色については白色が多く白物家電と呼ばれるゆえんでもある。2000年代以降インテリア製の追求などから白色に限らず多種多様な色の冷蔵庫が発売されるように なってきているほか、冷蔵庫に塗装を施す業者もある。冷蔵庫の広告身近な例では、小売業などの冷蔵ショーケースや、バックヤードには部屋を丸ごと利用する巨大な冷蔵庫内し冷凍庫を備えている場合もある。先進国を中心に、多くの発展途上国でも、小売段階やその前の流通、さらには生鮮食品や加工食品などの生産設備に付帯する規模も、 様々な冷蔵庫、冷凍庫が利用されている。魚介類や牛乳のような生鮮食品など冷却が必要な製品を運ぶための保冷車では、冷蔵庫と同様の機構を備え、荷台内部を冷却できる構造となっている。また、宅配便業者におけるクール便、チルド便といった宅配サービスでは、内部に冷蔵庫や冷凍庫を備えた車両を利用している。 乗用車の直流中にボルト電源で使えるクーラーボックス型の簡易冷蔵庫も販売されている。業務用としてはプレハブ冷蔵庫など建物自体が冷蔵庫となる屋外設置型の大型の製品もある。また研究機関などで施設の一室に冷蔵庫の機能を持たせ室ではなく冷蔵庫と呼称する場合もある。リンゴのように低温による 長期間保存が望ましい農産物の貯蔵庫では、倉庫自体に冷蔵庫の機能を付加する場合もある。キャンピングカーで使用する冷蔵庫の中には AC、DC の電気以外にガスを使用して冷却する製品も多い。気化により物体の温度が下がる減少を利用した二通りの冷却方式が長く使用されてきた。近年はこれに加え、気化ではなく半導体による フルティエ効果を利用する方式も実用化されて、小型用途で使用されている。コンデンサエクスパンジョンバルブ、エバポレータコンプレッサー圧縮を利用し、閉じたパイプの中を冷媒が循環する。ここから圧縮型と呼ばれる。家庭用では圧縮をするために電気作動のコンプレッサーを使用するのが一般的である。そのために冷蔵庫といえば、電気冷蔵庫が多いが、 ガス圧を利用して圧縮する方もある。また、エキスパンションバルブの代わりにエジェクタを使い、効率を上げた、冷蔵庫もある。コンデンサ冷媒は、高圧ガス状態で蓄熱しており、放熱することで、液体に戻る。エクスパンジョンバルブ、細い管が急に太い管となることで減圧し、沸点が下がる。エバポレータ、沸点の下がった液体は、周囲から蒸発熱を奪い、 蒸発する。コンプレッサー、機体の状態の冷媒は圧縮により高圧のガスとなる。冷媒にはフロンが使用されていたが、フロン禁止以降はイソブタンなどに移行している。ただし、イソブタンは全く新規の冷媒ではなく、フロン以前に使用されていたこともある。冷媒用途としてはフロンが完璧なものであったが、環境への影響を考慮して使用が禁止されている。 近年では効率に優れるアンモニアが再び注目されるようになったが、漏洩すると危険なためセンサーや警報器などを装備して冷凍倉庫などに利用されているが、家庭用には採用されていない。冷媒の循環のために液体を使用する。この液体が冷媒を吸収して循環することにより、冷媒を移動させている。この液体を吸収液と呼び、 このため吸収型と呼ばれる。熱することにより液体を循環させる。このために熱源が用いられるが、ジェネレーターにガスバーナーを用いたガス冷蔵庫、電気ヒーターを用いた電気冷蔵庫がある。この吸収型ではガス、電気交流100ボルト切り替え方式のような 2A 型やガス、電気交流100ボルト、直流12ボルト切り替え方式のような3。 ウェイ型なども一般的である。コンプレッサーを必要とする圧縮型に比べ、静音性に優れており、また動力源が電気でなくても良いため医療、ホテル、レジャーに使用されることも多い。閉じたパイプの中を冷媒が循環するのは同じであるが、霊媒の循環のために霊媒とは別の液体を使用する。アンモニアと水の組み合わせや、水とシューカリチウムなどがある。 冷却機または蒸発器、吸収器、再生器または発生器、凝縮器、蒸発器によって気化される。なお、吸収型冷蔵庫イコール、ガス冷蔵庫ではない。アブソーバージェネレーターセパレーター清流キレクティファイヤー、コンデンサイバポレーター冷却を行う。吸収器でアンモニアを、水が吸収している、アンモニア水溶液が作られる。ジェネレーターでは、 アンモニア水溶液が加熱される。水よりも沸点が低いため、アンモニアは溶液からガス化し放状となる。分離器にて、アンモニアガスが水と分離される。水は吸収器に戻される。放熱器では、気体となったアンモニアが、熱を放出して、液体となる。蒸発器で濃度が濃くなったアンモニア液は、減圧され、気化する。冷却が生じる。吸収器では、 水が別の経路を通って戻ってきたアンモニアを吸収しアンモニア水溶液となる。スウェーデン日本社を置くドメティック社はこの冷却方法に特化した冷蔵庫を製造・販売している代表的なメーカーである。ドメティック社は吸収式やアブソープションシステムと表現している。かつて機関圧縮型で冷媒として使用されていたアンモニアは 無水アンモニアで毒性が強く、腐食性が高い。気化吸収型で冷媒として使用しているアンモニアは、アンモニア水溶液である。スターリングエンジンを外部の動力で回転させることで、温度差を生じさせる。地球観測衛星不要1号の光学センサーの冷却に使用された。他に、赤外線殺像素子や超電動磁石の冷却にも使用される。冷媒を用いない。 ペルチェ効果を利用し温度を下げる。ペルチェ冷却システムは圧縮機を使用しないため、作動音がほとんどない。そのため、吸収型と同様の用途に使用される。圧縮型や吸収型に比べると非常に安価だが、冷却効率は良くないことから、小型の自動車用冷蔵庫や、ペットボトルが数本入る程度の超小型、冷蔵庫などに利用されている。 可逆的化学反応を利用して熱の出し入れを行う。水素急増合金に水素を吸収、放出するときに発熱、吸熱する現象を利用する。現在、一般家庭用冷蔵庫市場は主に以下の2つに大別される。冷蔵庫の庫内にコンプレッサーを張り巡らせ、管からの冷気で直接冷却する方式。庫内温度差を利用して対流を期待する。 50から70リットル前後の小型冷蔵庫などに用いられることが多い。欠点と利点は以下の通りである。冷却器にファンを取り付け、強制的に庫内に行き渡らせる方式。一般家庭用大型冷蔵庫では主流となっている。21世紀にかけて冷蔵庫の生産や販売は日本以外のアジア諸国に広がった。 イギリスの調査会社ユーロモニターインターナショナルの推計によると2018年に世界で売れた電気冷蔵庫は約1億6915万台。中華人民共和国のハイアールが世界シェア2割以上を占める最大手でワールプールコーポレーション、LG 電子、エレクトロラックス、サムスン電子が続く。家庭用冷蔵庫は各国の暮らしぶりでその仕様は異なる。 例えば、イギリスでは週1回しか買い物をしない家庭が多く、イタリアでは毎日買い物をする家庭が多い。そのため、イギリスでは冷凍室が冷蔵室よりも大きく作られる一方、イタリアでは冷蔵室の方が大きい仕様のものが通常仕様となっている。日本では1990年代以降は2ドアの大型冷凍冷蔵庫は見られなくなった。タドアで それぞれのサイズが細かく仕切られたものが人気を得、日本では多機能で多ドアが中心となった。上実の冷却の原理の項にあるように、電気冷蔵庫とガス冷蔵庫はそれぞれ気化圧縮型と気化吸収型があるが、日本ではほとんどの場合、電気冷蔵庫は気化圧縮型、ガス冷蔵庫は気化吸収型だった。以下の記述で冷蔵庫の性能に関する記述は電気、 ガスの相違によるものではなく、冷却原理の相違によるものである。人工的に氷が作られるようになると、冷蔵箱あるいは、氷式冷蔵庫などと呼ばれる、家庭用冷蔵庫が現れる。木製で、内側にはブリキを張り、外角との間に、木炭やフェルトを詰め込んで、断熱材とし、上部に氷を入れる氷室、下部に食品を入れる、冷蔵室に分かれる。上にある氷室の冷気が、 下の食物を冷やす仕組み。これらは昭和30年代まで一部の家庭で使われていた。現在のような家庭用電気冷蔵庫は大正7年、米国で開発、製品化され、日本には三井物産がこれを輸入して初めて入ってくる。ガス冷蔵庫は大正11年にスウェーデンで開発、製品化され、1928年から日本に輸入され、 存在していた。これは、冷媒となるアンモニア溶液をガスバーナーで熱し、気化熱の原理を利用し、アンモニアを蒸発させて、冷却を行っていた。昭和30年代に入ると、TG55 型などの国産ガス冷蔵庫なども販売開始されていた。国産家庭用電気冷蔵庫は、1930年に東芝の前身の一つ、芝浦製作所が、 米国人 E 製品をコピーしたもので始まった。しかし、冷却能力こそ氷式冷蔵庫やガス冷蔵庫より優れたものの、日車より高価だったことや、音が大きい、構造が複雑なために故障しやすいなどの欠点があったため普及は進まず、家庭用冷蔵庫はしばらく氷、電気、ガスの3方式が並存した。1950年代後半からの、 高度成長時代に冷蔵庫は爆発的に普及し、電気冷蔵庫は白黒テレビ受蔵機や洗濯機と共に三種の人技の一つと呼ばれた。冷凍機能を持たない氷式はこの頃に姿を消し、食材が乾燥しない利点を活かして、ごく一部の飲食店で使用されるほか、レトロ趣味的な需要があるのみとなった。なお、冷却に氷を用いる冷蔵庫として木製冷蔵庫がある。 一般には二段式あるいは三段式で上段に氷、下段に食料品を入れ、上段の氷の冷気を用いて、下段の食料品を冷やす仕組みになっている。木製冷蔵庫は現在でも製作されており、氷点下にならず庫内が乾燥しにくいなどの特徴から、寿司店での寿司だね、保管やワインセラーの用途で使用されることもある。1970年代以降は、 自動霜取り機構付きの二度足き冷凍冷蔵庫が一般化し、冷凍食品の普及を促して、ライフスタイルの変化に対応した。一方、冷却速度の遅いガス冷蔵庫は、家庭内での食品の冷凍保存の点で、電気冷蔵庫に劣り、また、冷凍食品は、マイナス摂取18度以下の温度で保存することを前提としていたため、 マイナス摂氏10度前後が冷却温度の限界だった。当時のガス冷蔵庫は冷凍食品の普及に対応できず、家庭用としてはこの頃に姿を消し、静音性が求められるホテルや病院、あるいはカセットガスボンベを利用したレジャー用に特化していった。1980年代からはマルチドア化して野菜室、製氷機、チルド室などを備えたり、 脱臭や急速冷凍などの付加機能が多様化し、各社がアイデアを競った。特にシャープは1990年代より左右、どちらからでも開くことができるドアを採用している。またノンフロン化の要請から、イソブタンや代替フロンが用いられるようになった。2000年代に入ると断熱材の進歩で壁工を薄くした、従来よりも小型、大容量なタイプが登場した。 最近は400リットル以上の大型機でフレンチドアと呼ばれる観音開きタイプが主流になったが一方で従来の型開きドアにも根強い人気があり同等の容量、機能で型開き両開きの両機種が併売される例も少なくない近年は冷凍食品のストック需要から大型容量が比較的売れ筋傾向になっているまた 1990年代半ばより、現代の冷蔵庫は、VVVF インバータや、気候の改良などによって、省エネルギー化が進んだため、10年前に比べて、消費電力が数分の1になったといった宣伝を、各メーカーが、盛んに行い始めた。しかし2005年時点の実企画では、結露防止や、野菜室の保温に用いられる保証ヒーターや、自動製表機など、 従来の冷蔵庫にはなかった部品、機能を通電させない状態で計測しても構わないことになっていたため、実際に家庭環境で使用した場合の消費電力は依然と大差ないにもかかわらず、カタログでは1、2から1、4程度との古代表示が横行する状況だった。2005年6月の新聞赤旗報道を契機に本問題が認知されるようになると、各メーカーが 一斉にカタログスペックと実際の電力消費とが異なる胸の注意書きを表示したり、各自治体が省エネラベル表示を止めさせたりするなどの変化があった。この混乱を受け、同年9月から資源エネルギー庁が新基準の測定法を検討開始、2006年5月から実際の使用状況に近づけた測定法で計測するよう改めた。 20世紀に広く普及した冷蔵庫では可燃性や安全性などの事情で冷媒や断熱材の発泡にフロンを利用するなどした製品が主流となっていったがこのフロンが環境中に漏出した際にオゾン破壊係数が高いなど深刻な環境破壊につながるとして問題視されそれら環境負荷の高い物質の処分後の適正な取り扱いが求められるようになっていった この流れの中で日本では2001年より家電リサイクル法の対象となり回収され資源としてリサイクルすることを目指したテレビ受蔵機、エアコンディショナー、洗濯機と同様に廃棄する際には適切な処理が義務付けられ粗大ごみとして処分できなくなった。冷凍室の性能は JIS の規定により2スター、3スター、4スターといった記号で表示される。 大半は最高クラスのフースターで、ツースターは切り替え室に多く、スリースターは1970から1980年代製造の冷凍庫に多い。それぞれの規定は以下の通り。冷蔵庫は食品腐敗の遅延を目的とするが、野菜室やドアポケットは野菜くずなどが元で細菌が繁殖し、食中毒の原因となる場合がある。そのため、 こまめな清掃を行うことが望ましい。清掃の際には水拭きを行った後に消毒用エタノールを使用し除菌することが望ましい。水拭きのみだと水分を与えることでかえって細菌の繁殖を手助けしてしまう場合があるためである。また野菜くずやシラスといった細かな食品などが庫内に蓄積すると不衛生なばかりではなく、やがてそれらが蓄積していくと 最悪の場合、エバポレーター下部に位置するドレンを塞いでしまうことがある。そのことにより、下取り動作に入った場合に、エバポレーター上の炉の行き場がなくなり、庫内、蔵外に大量の水漏れが発生させてしまう場合がある。特に、本体の設置が少しでも後方に傾けて、設置している場合は、漏れた水は本体後部で発生することになり、水漏れに、 なかなか気づくことができないため床面が腐り切ってから初めて気がつくケースもある。現在の製品でも主に単身者向けやホテルの客室用等に販売される小型の冷蔵庫ではサイズの制約等の理由で冷凍室の自動霜取り機能を持たないものが少なくない。そのような機種では定期的に手動での霜取りを行わないと冷却性能や収容能力の低下につながる。 庫内には生物などの周期が滞留する場合もあり、専用の消臭剤が用いられることもある。冷やすことによって著しく食材の保存が可能になる冷蔵庫であるが、食材の中にはかえって常温保存の方が適しているものもある。ただし、一旦切り口をつけたものや調理したものに関しては、その限りではない。日本国内の主な冷蔵庫メーカーは以下の通り、 業務用は以下の5社のみが生産している。ありがとうございます。